俺は吐き気が止まらねえ。どうなってんだ。あれは師匠の顔か。まだいける。初めて入る人は厳しいかも。やっぱりこっちの方が心地いいや。ごめんね、カーラボナ。現実の私にはもう見てくれのいい再会は無理みたい。私のために戻ってきてくれて嬉しかった。前回はちょっと言い過ぎたね。クマール、どうしてあんな姿になってまで。最初の目的は確かに純粋じゃなかった。ずっと考えてた。私を捨てた両親はこの星に潰されるときどんな表情をするかなって。でも彼らにはもう天罰が下っていたとはね。私は全てを捧げたのに、その目標を失っちゃった。呆れちゃうよね。でも大丈夫。ただの小さな挫折でしかない。私がかつて経験したことに比べたら、なんともない。だから、最後に目標を変えたんだ。あれに会ってみたいと思った。会うって見えない星に。どうやら意識が朦朧としていた時、言葉を選び違えたみたいだね。あの天体にだよ。カーラボナ、あれは星じゃない。もしかしたら運動しているブラックホールかもしれない。私はあなたに、あなたのことを捨てた人や私を憎んでいて欲しかった。私の不注意でアルカニストであることがバレたせいで、あなたは。私だってそうしたかった。誰かを憎みたかった。でも、できなかったんだよ。君はラッキーだね、弟くん。実は一回殴ってやろうと思ってたんだけど、何にも知らない顔をした君を見て、できなかった。でも、あなたはベンデッタのせいで。バナー大学では論文が発表できたし、ベンデッタの力では宇宙に触れることができた。それは私にとって、特に大きい違いを感じるもんじゃない。姉さん、お袋から聞いたけど、姉さんの体質では強度のアルカナムを使うのは無理だ。ベンデッタはそれを知ってるはずだ。私のことを覚えてくれてたの、感謝するよ。でも私は自らこれを望んだんだ。
星空を見上げてる時が一番自由だった。宇宙は全てを包容してくれる。アルカニストでも人間でも一粒の小さな砂だとしても受け入れてくれる。でも私はすごくちっぽけな理由で仕事から締め出され、家族にも捨てられた。とうの昔に気づくべきだった。私のあがきなんてこの星にとって何の意味もないって。私はもう疲れたの。カーラボナー、ただあれに会いたい。でもクマール、星はそうやって見るものじゃない。望遠鏡も地下室に置くものじゃないよ。うつむかないで。ねえクマール、もうどのくらいの間普通の夜空を見てないの？どのくらいの間他の星々を見てないの？それに、もしこの天体が本当に墜落したら、村の全員が、子供たちが救われない。あなたが操ったベンデッタの手先も、たくさんの人を、家庭を傷つけた。あなたの願いによる犠牲者を、これ以上出さないで。独りよがりなことはもうやめようよ、クマール。出た？そんなこと私はどうでもいいの。それに私のことを気にかけてくれる人なんていなかったじゃない。ごめん、でもこれは私の最後の願いなんだ。私は自分が選んだ道を歩みたいだけ。君には止められないよ、カーラボナー。何かしら。マチルダたちが間に合ったみたい。早く早く、どうやるか分かった？そうそう、ミス・カーラ・ボナーはそうだって言ってたわ。でも目をつぶったら何も見えないじゃん。目を使わないで、この水晶を握りしめて深呼吸よ。さあ感じよう。なんだっけ、宇宙の変化を。流星雨が予定より早く始まったわ。何をしたんだ？私たちだけが知ってるテクニックよ、
くもある。観測テクニック?宇宙の卵の観測方法を他人に教えた?どうして?わかった。わかったよ。この研究の方向性を提出してきたことがあったね。君は確かに最も優秀な生徒だよ、カーラボナ。どうしてあなたが私に沈黙を要求したのかが分かった。私たちはあれを卵と呼んでいたけど、あれは宇宙の投影で宇宙の特性を持っていた。宇宙は無限。私が意識的に自分を原点にして観測すれば、私は宇宙の中心となる。卵は観測する中心が増えることによって破裂し崩壊する。あの星と共に静まり返るまでね。何度も拳を振りかざせば鏡は割れる。そうでしょう。その日になるまで混沌とした中には何もなかった。存在も存在しないものも全てが皆無であり、地上の息もなく空気もなければ天空もなかった。誰なの?頭とんかちなジージーたち?とある天才少女と星空を見上げてた子供たち。ごめんなさい、クマール。私は、私たちは必ずあなたを止めないといけない。あなたがモルパンクを壊すのをこれ以上見ていられない。あなたが自分を壊す姿も。でかいのは一体ケイトゥとラーフ、クマール、あなた。強制も運命を変えることができるんだ。短期決戦で挑むか、それとも長期に持ち込むか。みんなが観測することでこの瞑想者の領域は壊滅するわ。私はマチルダを信じてる。待て、姉さんも何かを待ってるみたいだ。力を貯めてる。彼女の体にある印は？そう、星雲が消滅するとき生き残れる瞳はないんだよ。覚えてる。私たちが観測に使うのは瞳だけじゃない。観測方法を他人に教えたなんて、君は本当に全てをめちゃくちゃにしてくれたね。利用してない。君はもともと私と似てたんだ。どうして、一体どうして私の邪魔するんだ。どうして私なの。どうして研究させてくれないの。どうして奪うの。姉さん、私はあの天体に会いたいだけなのに、どうして止めるの。どうして。ああ、
時間の無駄する必要ないでしょ。あと少しだった。私にはもう何もない。もうわからない。